Hey everyone, おはようございます。この動画はですね、カネキンフィットネスの新たなシリーズの第1弾目の動画になります。その名もフル食です。まあ要するに朝から晩まで僕が食べるもの、今日食べるものを全て動画でお見せします。だから動画で見せる食べ物は食事は全て食べきりました。でもちろんそれ以外のものは何も食べなかったということです。でこの動画シリーズの題名に実は困ってたんですよ。最初はね、食事日記、食日記とかって考えてたんですけど、まあ、日記ってね、毎日続けるものじゃないですか。でこのフル食のシリーズは毎日は出しません。ちょっと大変だからね。まあ多くても1週間に2回ぐらいで、昨日の夕方友達が、ね、2人遊びに来て、まあ、一緒に、ね、どんな題名にしようかって話してたら、その友達の1人が「えフル食品じゃない?」って言って「あねフル食ベーン!」って決まりました。だから皆さんもね、まあ、他の YouTuber たちもこれを見てたら、まあ、ぜひ「フル食」っていうタイトルをご自由にお使いください。動画を楽しみに待ってます。オーライ、早速フル食始めましょう。まず朝一番に食べるのはクレアチンティースプーン1杯です。一日のどこでも飲んでいいんですけど、僕は朝一番に飲むのが好きです。っていうのは一日中結構、まあ、食べたりしてると、まあ、その食事のすぐ後になんか飲んだりすると僕はちょっとお腹がうってなります。それだけのことです。あと水なんですけど、僕は今一日にだいたい4リットル飲んでます。だからね、こういうペットボトルは2リットル入ってるから、一日にこれを2本飲んじゃえばまあいいってことですよね。ここに卵6個あります。黄身を抜いて白身だけにします。でオリーブオイルを1ティースプーン、もちろん油も測ってます。で今日の朝ごはんはこのパンを食べます。神戸屋のね、この全粒粉入りブラウン食パンが僕は好きです。脂質が低いし、あと食物繊維が、見てあれ、フォーカス1枚あたり 4.7g、まあ、普通のパンの2倍以上食物繊維が入ってます。まあ、食物繊維がなぜ大事なのかっていう動画は、まあ、またいつか作ります。はい、朝ごはんの出来上がりです。まあ、卵には塩コショウ、あとタバスコを少しかけてます。まあこの原料の時点でまだ塩分をカットする必要はありません。だからまあ調味料はまあ好きな量をかけてます。ただ砂糖とかが多すぎる、そういうソースとかは、まあ、使いすぎないようには注意してます。でパンには何もつけません。このまま卵と一緒に食べます。で今僕はこの減量の時期に1日に2500カロリー食べてます。でその2500カロリーの、まあ、マクロ栄養素の割合は今は炭水化物が 40%、 脂質が 25%、 そしてタンパク質が 35% です。でそのマクロ栄養素をまあ、何グラムずつ食べるかっていうと、脂質が1日に70グラム、炭水化物が250グラム、で、タンパク質が220グラムです。で、さっき言ったマクロ栄養素の割合とか、まあ、食べれる量は、ここ1週間ぐらい続けてます。で、1週間ぐらい続けて、体重があまりにも早く減ってたり、まあ、全然減ってなかったりとかしたら、また、うまく調整とかしてます。皆さんがこれと全く同じ、ね、割合とか、まあ、量でやっても、まあ、僕と同じ結果が出るというわけではありません。まあ、人それぞれですよね。だからちょっと調整とかする必要が出ると思います。で今食事と食事の間にこのプロテイン1杯とバナナ1本食べます。で今から家で筋トレするんですけど、僕は筋トレする前に必ずなんかね、炭水化物とか、まあ、タンパク質が入っているものを少し食べます。僕はね、空腹の状態で筋トレするとあまり調子が良くないから、まあ、少し何か、まあ、軽いものを食べるようにしてます。今日筋トレの前に食べるものはこれです。ビビタスのプレーンヨーグルト、これは脂肪ゼロです。で、まあ、ここに分かりやすくね、見るか分かんないけど 400g、300g ってね、グラム数にこの線で分かれてます。で、今から多分 100g 食べます。見てください、これ 100g あたり
タンパク質が 4.2g、 脂質ゼロね、もちろん。で、炭水化物が 6.5g です。ほい、まあ、測った方がいいよね。皆さんもね、こうやって、まあ皆さんもね、こうやって食事を測るためのスケール買うことをお勧めします。安いやつはね、1000円ぐらいで売ってます。これに、そしてここにプロテインをいっぱい入れます。ほい。これを混ぜて、はい、出来上がり。これ、うん、おいしい。あと、BCAA をワンサービング。このスクープ2つでワンサービングだから、これを筋トレの前と後に飲みますね。はい、乾杯。そしてこのヨーグルトプロテインを食べて10分15分ぐらいしたら筋トレを始めます。はい、筋トレの後にまた BCAA をワンサービング分また飲んでます。で、筋トレ終わって、まあ、その筋トレは昨日の午後アップしたそのなんていうのバイセップと前腕の筋トレだったんですけど、それ終わってさっきの、まあ、BCAA を飲んで、今からちょっと遅めの、まあ、ランチを食べます。できるだけ筋トレ終わってからね、まあ、1時間以内に何かを食べるようにはしてます。ランチに食べるのがこのサーモンです。そして野菜と一緒に食べるんですけど、この松茸、舞茸っていうの、舞茸か、舞茸と、まあ、人参とブロッコリー、まあ、野菜はね、僕はマクロ要素すごいしっかり計算してるんですけど、ミクロ要素、つまりビタミンやミネラルは、まあ、野菜は食べ過ぎることはできないですよね。でもね、やっぱり炭水化物がすごい多く含まれてる野菜とかはちょっと注意した方がいいと思います。はい、ランチ出来上がりです。サーモンと野菜とご飯。おー、お腹すいた。食べましょう。はい、今6時44分です。でちょっと遅いんですけど、まだ夕食も食べてないです。で、夕食の前にまたヨーグルト 100g、 プロテインを1杯。ちなみに僕はカロリーとかを測るために使っているプログラム、まあ、アプリはマイフィットネスパルです。このアプリだね。朝ごはんのもの全部打ち込んで、ランチも打ち込んで、で、ディナー、夕食まだ食べてないんですけど、まあこんな感じ、これを食べようかなって感じでプラン立てました。で、これがスナック、さっき食べてたヨーグルトとか、まあ、プロテインとかがここに含まれてます。はい、午後9時30分です。今から夕食を作ります。ここに鶏の胸肉 300g とシシトウガラシ、ガーリック、タカノツメ、まあ、唐辛子とか玉ねぎ、そしてズッキーニ、ブロッコリーがあります。これとあとご飯、もう炊き終わってるけど、まあご飯を 300g。 あ、そっか。で、あと脂質が結構今日すごい低かったから、今日のこの夕食にはオリーブオイル、オリーブを2つのスプーン入れます。これだけ油入れてもまだ今日は脂質低めですね。朝から本当に脂質低い食事ばっかり食べてたからね。あ、そっか。で、このズッキーニ大好きになってるんですけど、これね、業務スーパーで見つけたんですよ。こんな感じのやつ。これ業務スーパーで 500g が143円でした。めちゃくちゃ安いです。美味しいかわかんないんですけど、今日ちょっと食べてみて、美味しかったらこれから食べ続けると思います。はい、今日最後の夕食の出来上がりです。じゃん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 。あ、はい、今日の結果です。2400カロリー食べました。これ全部合わせて2400カロリーです。で、野菜とかはここに入れてないから、まあ今日食べた野菜とか全部入れたら2500カロリーになると思います。で、まあこれをその割合を見ると、ゴールに結構近いですね。右側のゴールって書いてありますよね、ここに。ゴールとトータルが
非常に近いです。もし皆さんがこのフル食のシリーズをもっと見たいなら、この動画をライクしたり、まあ、コメントで、僕に知らせてください。 Alright, my name is Shun. You've been watching King King. でも行く前に